よろしくお願いします。イエーイ、ありがとう。おー、すごいすごい、めっちゃ押してくれてる。ありがとう、たちみんな、すごい見てくれてるじゃん。ありがとう、休み、ありがとう、ありがとう、ありがとう。グッドボタンもちょっとだけ増えたね。ありがとう。まだまだ押せるぞー、グッドボタン。まだまだ押しちゃってー、ありがとう、ありがとう。ありがとう、センキュー、堀内さとー、センキュー。こういうことするからさ、年齢層がさ、偏るのよ、私の配信。なんかさ、今さ、インスタグラムについて勉強してるの。インスタグラムがなかなか増えないわけ、思うように、フォロワーさんが。でインスタグラムの時代だからさ、今は絶対増やすように頑張ろうと思ってるんだけど、なんか書いてあることがだいたい10代20代ぐらいの人たちに受ける人の方がインスタグラムはいいみたいな風に書いてあって、でもその10代20代の人に受ける方法もわからなければ、10代20代の人に受けたとしてその後続く自信もないの。だから無理だった。切り抜きで、さっき今「センキュー堀内孝夫」って言った時点で、あ、これ絶対10代の人に分かるネタじゃないって思ったから、もう諦める、完全に諦める。頑張らない、大事、そうそうそう、もう頑張んなくていいのよ、楽にね、楽しく生きていこう。自分が できるところを頑張る、自分の強みを生かそう、強みを、うん、ネタを気にするチャリさん、そう、昨日視聴者の年齢層を暴露したばかり。そうそうそう、最近それ勉強してるからね、その年齢層とかに対してどうアプローチするかみたいなことを。でももうダメだと思った、もういいやって。逆に私がだって好きなネタが昭和なんだから、そこでね、共感してくれる人に好かれるのが一番。ということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。よし。